オリスカニーの戦い。オリスカニーの戦いは、アメリカ独立戦争中の1777年8月6日に、ニューヨーク州オリスカニーで起こったアメリカ大陸軍と、イギリス軍との戦いであり、サラトガ方面作戦における、激戦の一つとされる。スタンウィックスリデ出方位戦序盤において、ニコラス・ハーキマー率いる救援部隊は、モホーク川流域のトライアン軍民兵及び、 同じダ族のおよそ0例名から構成され、包位を解くためにトリデに接近していた。イギリス軍司令官のバリー・セントリージャーは、ハーナウからの両兵、警不評文献隊、ジョン・ジョンソンのニューヨーク王室連隊、色濃連邦や北部と西部の同盟インディアン、およびインディアン・ブレンジャーズで構成される、妨害部隊を編成し、総勢は少なくとも450名になった。イギリス部隊は、 スタンウィックス取りの東約6マイル、現在のオリスカニーの村近くにある小さな谷でハーキマーの部隊を待ち伏せた。この戦闘で大陸軍側に約450名の損失を出させ、一方イギリス側もロイヤリスト、インディアン合わせて約150名が戦死あるいは負傷した。戦術的にはイギリス部隊の勝利となったが、その部隊はいない間に、 スタンウィックストリデから出撃した大陸軍部隊がイギリス側宿営地を襲ったために特にインディアンの指揮を落としたことからその功罪は曖昧な形になった。この戦闘は参戦者がほとんど全て来たアメリカの住人であるということでは数少ない戦闘の一つである。すなわちロイヤリストとインディアン対パトリオットという構図でありイギリス正規兵が参戦していなかった。 色恋連邦にとっては内乱の開始を意味しており、カーネル・ルイスとハイエリーが指導するオナイダ族がアメリカ側につき他の色恋連邦部族と争うようになった。1777年6月、ジョン・バーゴイン将軍の指揮するイギリス軍がケベック植民地から二方面の攻撃をかけてきた。バーゴインの目標はハドソン川流域の支配権を奪うことでニューイングランドと その他の植民地を分離することだった。その主力はバーゴインが指揮してシャンプレーン港を南に下った。二つ目の部隊はバリーセントリージャー中佐の指揮でもホーク川駅を降り、オールバに近くでバーゴイン本体に合流することが目指された。セントリージャーの遠征隊は総勢約1800名であり、イギリス正規兵、ドイツのハーナウからの両兵、 ロイヤリスト、インディアン及びレンジャーズの混合だった。この部隊は、セントローレンス川を登り、オンタリオ湖岸からオスウェゴ川に進んで、同いだ陸走路、現在のニューヨーク州ロームまで登ってきた。その陸走路を守っていたのが、大陸軍のスタンウィックストリデであり、セントリージャー隊は砦を包囲した。ニューヨーク植民地トライアン軍安全委員会の議長、ニコラス・ハーキマーは、 モホーク川沿いにイギリス軍が攻撃してくる可能性を知らされ、7月17日に軍事行動を起こす警告と住民に必要ならば反動を促す宣言を発していた。友好的なオナイダ族からは7月30日にイギリス軍がスタンウィックストリデまで4日の皇帝にあると知らされ、ハーキマーは武器を取ることを呼びかけた。トライアン軍で立ち上げられた。 民兵隊は八百名となったが、主に訓練も積まれていない、パラダイン、ドイツ出身の農夫ばかりだった。この部隊は八月四日に出発し、八月五日は、オリスカのオナイダ集落近くで宿営した。体調が整わずに脱落する者もいたが、六十内いし百名のオナイダ族によって補われた。オナイダ族は、パトリオットの強力な支持者であるハンエリーが指導していた。 その夜、ハーキマーは、スタンウィックス砦の指揮官、ピーター・ガンズボート大佐に当てた伝言を持たせた三人の霊を送り出した。ガンズボートは、その伝言を受け取った合図に三発の砲弾を発射させ、続いて砦から出撃して、ハーキマーの部隊と合流する手はずになっていた。しかし三人の伝令は、イギリス軍の戦線を突破することが難しく、 すでに戦闘が始まっていた翌朝遅くになって、やっと伝言を届けることができた。セントリージャーは、部隊の中のインディアンを指導していた、モホーク族のジョセフ・ブラントの姉、モリー・ブラントから派遣された伝令から、ハーキマーと、その救援部隊が8月5日に進発したと、う情報を得ていた。セントリージャーは、ジョン・ジョンソンのニューヨーク王室連隊から、警府票の文献隊を派遣して、 ハーキマー隊の位置を探らせ、ブラントは翌朝早くに約400名のインディアンバトラーズ、レンジャーズの兵士を率いてその後を追った。インディアンの多くはマスケット銃で武装していたが、銃がなくトマホークや槍を傾向する者も,もいた。8月6日朝、ハーキマーは作戦会議を開いた。まだ砦からの信号を聞いていなかったので、ハーキマーは待機することを望んだ。しかし、 ハーキマーの小隊長たちが全身継続を主張した。ハーキマーの兄弟がセントリージャー隊に仕えていたので、ハーキマーをロイヤリストとなじるものすらいた。この告発に感情を害されたハーキマーは、スタンウィックストリデに向けての行軍を命じた。トリデまで約6マイルのところで、道路は50フィート以上高低差のある湿地の谷間に落ち込んでおり、その底に沿って、 約3フィート幅の水流が蛇行していた。セネ家族のサエンクラータとコーンプランターという二人の集長がこの場所を待ち伏せに選んでいた。ニューヨーク王室連隊は近くの高台背後で待機し、インディアンは谷間の両側に身を潜めた。その作戦はニューヨーク王室連隊が敵部隊の先方を止めた後にインディアンが伸びきった敵渋滞への攻撃を始めるというものだった。 午前十時ごろ、ハーキマーは、先方の近くで馬にまたがり、その隊列は谷に降り、流れを渡って、対岸に登り始めた。インディアンたちは、作戦と異なり、隊列の後方近くで伏せっており、明らかにこらえきれなくなって発砲し、ハーキマーの隊列を完全に驚かせた。彼女ハリーの第一連隊を率いていた馬上の、エベネザー・コックス大佐が、 最初の一斉射撃で撃たれて戦死した。ハーキマーは馬を回して、戦闘の様子を見ようとしたが、そのすぐ後で一発の銃弾を受けて、足を負傷し、乗っていた馬は殺された。ハーキマーは、士官数人に担がれてブナの木のところまで行き、それ以上危険に近づかないよう部下から勧められた。ハーキマーは、敵に直面するつもりだと挑戦的に答え、木に静かに持たれて、パイプをくゆらせ、 近くにいた兵士への指示や励ましの言葉を与えた。しかし、この罠はあまりに早く作動したので、隊列の一部はまだ谷に入ってもいなかった。それらの兵士の多くが強硬に疲れて逃げ出し、これをインディアンの幾人かが追撃したために、死者と負傷者の帯が数マイルにもわたって続くことになった。隊列の後方を失い、最初の一斉射撃で死傷した者たちの間で、 ハーキマー隊の約半数のみがその後も30分間は戦った可能性がある。攻撃側の中にはマスケット銃を持っていない者も,もおり、敵のマスケット銃が発砲されるのを待ち、弾はめされる前に飛び出して攻撃した。これは銃剣を装備していない敵には高度に効果的な戦術だった。もうホーク族戦士、ルイスアタヤタロンタはハーキマー隊の兵士と戦い。 敵の射撃精度が悪いところに付け込み、彼が立ち上がるごとに、我々の兵士一人を殺したと言われた。ハーキマー隊は集結して戦いながら、道を切り開き、谷間から西側の尾根に登った。ジョン・ジョンソンは民兵の頑張りが心配になり、イギリス軍宿営地に戻って、セントリージャーに援軍を要請しが、その頃には雷雨が始まっていた。 ジョンソンには新たに70名が付けられて戦場に戻った。雷雨のために戦闘は1時間ほど小休止になった。この間に、ハー・キマーは高台でその兵士たちの編成を修正した。ハー・キマーは兵士たちに二人一組で戦い、一人が発砲して玉はめする間、もう一人は待機して攻撃された時のみ、発砲するよう指示を出した。そのように連携して戦えば、 少なくとも一人は弾はめした武器を持っていることになり、トマホーク攻撃の効果を減じることができた。レンジャーズの指揮者、ジョン・バトラーは、内部の時間帯を利用して、捕虜を尋問し、大砲3発の信号の意味を知った。ジョンソンとその援軍部隊が到着すると、バトラーは彼らの上着を裏返させて、取り出から大陸軍の援軍が到着したように紛争するよう、進めた。 雨が上がって戦闘が再開されると、ジョンソンとそのニューヨーク王室連隊の残りが戦闘に加わった、パトリオット民兵の一人、ジェイコブ・ガーディナー隊員は敵の中にロイヤリストの隣人がいることを認めた。隣人同士の接近戦がしばらくの間続いた。ハーキマーの伝令は取り出に午前11時頃到着した。ガンズボート大佐はハーキマーが要請した。 出撃部隊の編成を始めた。雷雨が通り過ぎた後で、マリナスウィレット中佐が250名を率いて、砦から撃死、砦の南にあったほとんど人のいない敵軍宿営地を襲いに向かった。この部隊は、宿営地に残っていたイギリス兵やインディアンを追い散らすと、途中で4人を捕虜にした、インディアンの宿営場所から、毛布や個人的所有品を集め、 さらに、ジョン・ジョンソンの宿営地を襲撃してその手紙などの書き物を押収した。この中には、ガンズボートの巨婚者から奪ったガンズボート宛ての手紙も含まれていた。宿営地の警護のために残っていたインディアンの一人が戦場に駆けつけ、戦っているインディアンたちに、その宿営地が襲撃されたことを伝えた。インディアンたちは、セネ家族の引き上げの合図である、ウーナー、ウーナー。 という叫び声を上げると、戦いを止め、その女性や所持品を守るために宿営地に向かった。このことで少数となったドイツ兵やロイヤリストの兵士も退却することになった。ハー・キマーが重傷を負い、その隊員たちの多くが戦死した、ハー・キマー隊のボロボロになった残存部隊はデートン砦に撤退した。負傷したハー・キマーは、戦場から兵士たちに担ぎ出された。 その足は切断されたが、その手術はお粗末なものであり、結局8月16日に死んだ。戦闘の翌日、インディアンたちは死者を戦場から回収したが、パトリオットの死傷者は戦場に残されたままにな。数週間後にアーノルドの救援隊が戦場を通りかかった時、多くの証言によればゾッとするような現場が広がっているのが目撃された。 大陸軍のフィリップスカイラー将軍は、オリスカニーからの撤退について、情報を得ると、即座に別の救援隊の派遣に取り掛かった。スタンウィックストリデの包囲は、結局、ベネディクト・アーノルド将軍が指揮する、救援隊が接近してきた8月21日に終わった。アーノルドはまだ、デートントリデにいる間に、イギリス軍の宿営地に、アーノルド隊の実際の勢力よりも、 大きな部隊が向かってていいるると信じ込ませる伝令を、派遣していた。ロイヤリストのジョン・バトラーは、この戦闘で果たした功績で中佐に昇進し、バトラーズ・レンジャーズと呼ばれるようになる連隊の結成を承認された。この包囲戦が終わった後、ロイヤリストの中には、ケベックに戻った者も,もあれば、多くのインディアンを含めハドソン川沿いでバーコインの作戦行動に加わった者も,もいた。 ブラントとセネ家族の州長であるサエンクラータは、戦闘の翌日も戦いを継続し、パトリオットを川沿いにジャーマンフラット方面まで追撃することを提案したが、セントリージャーはその提案を却下した。この戦闘は、色イ連邦の中で内戦の始まりを告げることになった。セントリージャーの宿営地にいた色イ族は、作戦会議を開いて、同い座族に血塗られた斧を送ることを決めた。 ブラントの模ーク族は、この法囲戦後半で、オリスカのオナイダ族居住地を襲撃して燃やしたので、オナイダ族は報復のために、ティオノンデロジとカジョハリーにあった模ーク族の城を略奪した。ハンタートリデの模ーク族も後に、同じ運命に遭い、残った模ーク族はケベックまで逃亡することになった。ブラントのインディアンたちが捕虜を虐待し、その肉を食べたという主張がなされてきた。 しかし、現代の歴史家たちはこれに反論している。捕虜の幾人かは、儀式として殺された、ヨーロッパ人にとっては、拷問に等しい可能性はあるが、儀礼にしろ何にしろ人肉食の証拠はない。ジョン・バトラーはインディアンに捕らえられた。捕虜4人が、インディアンの監修に従い、後で殺されたと報告していた。この戦闘は、こうむった損失の比率で見れば、 アメリカ独立戦争の中でも流血の多かった戦争の一つである。ハーキマータイの約半数が死傷し、イギリス側は約15%が死傷した。セントリージャーは大陸軍救援部隊が明らかに停止させられたので、この戦闘を自軍の勝利と主張した。しかし、インディアンたちの退却によって、大陸軍は戦場を支配することになった。 イギリス軍の勝利は戦闘後のインディアンたちの不満によって割り引かれることになった。インディアンたちが遠征に加わった時、戦闘の大半はイギリス軍が行うものと考えていた。この戦闘ではインディアンたちが主力となっており、取り出から出撃した部隊によって個人所有品を奪われたために気分を害されたインディアンもいた。このことがインディアンたちの士気を下げることになり、 セントリージャー遠征隊の失敗につながっていった。この戦闘に参加したインディアンの一人、ブラックスネークは、それから何年も経った後に取材を受けた。ブラックスネークは、当時私は戦場に地の川が流れたと思ったと回想した。1884年に、この戦闘を記念する記念碑が建てられ、戦場の大半は、オリスカニー戦場ア歴レキ史跡として保存されている。 この場所は1962年にアメリカが衆国国定歴史史的に、1966年にはアメリカが衆国国家歴史登録罪に登録された。ニコラス・ハーキマーは、ニューヨーク州、ハーキマー町とハーキマー軍が彼にちなんで名付けられることで、その名誉が称えられた。このオリスカニーの戦いを含むモホーク川流域でのアメリカ独立戦争の戦闘は、 ウォルター・ディ・エドモンズが1937年に表した小説、モホーク川沿いの太鼓に記録されている。また1945年に収益した航空母艦アセス・オリスカニーの命名にも記念されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。